皆さんおはようございます。渡辺美奈代です。本日は朝からちょっと撮影してみたいなと思います。お盆中ということで、マナヤはカメちゃんバウと一緒に香川の丸亀市に旅行に行っています。私はもやしくんと2人お家に残されてしまいました。なずきもお出かけです。なので、今日はちょっと朝ごはんとお昼を一緒にというのでブランチ作りをします。簡単に済ませていきたいなと思いますので、ブランチ作りご覧ください。それではスタートです。
にぎり、卵焼き、冷ややこ。昆布。いただきます。はい。どうぞ。何今日朝ごはん。ブランチだけ？ブランチなの。めちゃめちゃタイプ。一個は塩結びになってるんで、おのり好きなやつで、こっちは生姜昆布になってます。そういうこと。そういうこと。面白いね、またいつも。本当に。いただきます。ヘルシーなね。うん。あ、マジで美味しい。何これ。うん、いいとこだ。いつもと同じ。やっぱり二人で食べると美味しいんだね。私はちょっと違うけどね。朝からありがたいね、こんな。もう昼だけだね。何頑張ったって、卵焼きしか焼いてないよ。鮭も焼いてんじゃん。鮭も大好きなんだよね。紅鮭だよ、今日も。これがいいんだよね。紅鮭がね。塩紅鮭。女性にもね。そう、赤い魚っていいんだって。うん、うん、ちょうど塩の感じが一番いいね。でしょ、甘口なのこれ。ココが覗いてる。うちにはね、マネーなずきがいなくても可愛い娘たちが。でも気になるでしょ、マネーが香川県丸亀市で何してるか気になるでしょ。気になるっていうか、もう大体報告受けてるからさ。来てんの、なんか亀ちゃんのご家族、親戚一同、友人一同が集まって大宴会だって聞いてるから、そんなに歓迎してくれなくてもって思うけど、まあ、ありがたいことだよ。生姜昆布も美味しい。美味しいでしょ、ご飯進むくん。マネーが来るのをみんなすごい楽しみにしてるんですって言ってから、音大将が2人まだ出てないからねって。音大将2人が行ったらもっと驚くと思うよっつって。でも行ってみる。言ったからね、内緒でカメラ回して。今から今から間に合うかもよ、うん、もう2週間くらい前から旅のしおりみたいなね。そんなことやってたよね、みんなで明け方まで。で、最終日マネーがね、なんかバウ嬉しくって夜寝られない。そんなことない。夜この前家帰ってきたら、おー床で寝てました。その後、なずきがジムに行って、ジムから帰ってきたら、なんか変な音がすると思ったら自分家だったって。バウの響き。玄関の近くの床で寝てるから外まで聞こえるっつうの。でもすごい楽しみにしてたみたいだよ、帰るの、ね、僕たちはね、お盆はね、日帰りで名古屋行ったね、味噌煮込み食べたね、うん、あの味噌煮込みのお店、リサも行ったらしいよ。あ、ほんと、うん、あの高島屋の上は総本家だった。で、僕たちが行ったエスカの方は山本屋本店だった。で、名古屋でね、熱中症になったんだよね。皆さん、本当に僕はいつもね、YouTube でも言ってるけど、お茶このぐらいしか飲まない。そうなの、今ぐらい。その時3杯飲んだよね。そう、帰ってきて、もう息飲みもしたし、途中で水分を取ったのにもかかわらず、ちょっとまだ喉がって言って、すごい飲んだのね。タオルを皆さんいつも持ってるから、タオルを持ってこうやって歩いてたの。で、タオル取って日陰で休んだら、ここ真っ白で、ここ真っ赤っか。で、前髪のとこ真っ白で、3色だったの。久々にね、兄とテレビ電話したんだよね。一言目なんて言ったかって言うとですね、あれ久しぶりお坊さんになったって。で、僕もちょっと覗いたらツルツルなんて、ツルツルになってるから、あれ確かにお坊さんだと思って。そう、帰ってきたらね、ビルがケンケンしてたんですよ、足を。慌てちゃったよね、あまりね、病気かからないのにね、うちの子たち。本当ありがたいことに、動物飼ってる人は皆さん分かると思うけど、健康だと本当幸せなんですよ。でもね、病気になるとね、もうびっくりしちゃって、言葉が分からないし、訴えることができないからね。
もちろん目でね会話できるから分かるとはいえ、心配でレントゲン撮って血液検査してありとあらゆること可能性を探ってもらったんだけどね、うん、炎症だけだったんだよね。なんか踏んだんじゃないか、うん、蚊に刺されたんじゃないか、そういう炎症が手にありますってことでずっとこうやってなってたんですよ、うん、ステロイド注射と抗生剤打って急に次の日元気になってくれた ね、 ねよかった、 本当にという感じで。美味しい、うまい、いただきます。目が覚める。何飲んでんの？お、蜂蜜、蜂蜜バーモントドリンク。蜂蜜発酵させてるんだねこれ、うん、あなたのように内臓脂肪が気になる方にいいんだよ。最近結構あれだよね、持ち歩いてるよね、ちっちゃいからね。すごい生きのいだよ、すごっ。あー美味しい。これさ、おばあちゃんにもプレゼントした方がいいんじゃない？血圧高めだから。今ぐらいの私たちの年代になると血圧高めの方が多くなるんでしょ、うん、健康に気をつけてる方、肥満対策で悩んでる方にもすごくいいんじゃないの。これは蜂蜜酢にフルーティーなリンゴ酢も加えてるからちょっと酸っぱいでしょ。リンゴ酢なんだやっぱり。そうそうそう。で甘さが控えめだしすっきりしてるから後味もいいじゃない。すごい飲みやすいよね。冷たくして飲んでもいいけど凍らせてさシャーベットにしても美味しいと思うよ。いいね。なんかさ、もともと私お料理に蜂蜜使ってるじゃない、うん、蜂蜜好きだからなおさらもっといいよね私たち。で僕お酢好きだし。本当だね、2つだ。そんなことあったよね。お風呂上がりに飲んだり、こう今日みたいにね冷蔵庫にびっちりです。朝食だったりブランチの時に飲んだりしてて、私の場合はこれ小さくてね持ち運びしやすいんで、まあジムに持って行ったり、まああと仕事場に持って行ったりとかねしてますね。カロリーが気になる方は飲みやすくてカロリーゼロなので、これがまたいいですよね。カロリーゼロなのに着色料、保存料、うん、不使用。そういうことですね。これもめっちゃくちゃいいんですよ。そうそう、これはすごい。蜂蜜を発酵させて作ったお酢を使ってるからダイエットが気になる方にもおすすめですね。一石何鳥だよ。じゃあ何鳥にもなるね。何鳥にもなるね。何鳥って感じですね。うん、ジムの皆さんにもねちょっと差し入れで持ってったんだよね。そうそう、今なんでね暑くてねムシムシしてるから、こういうものをねキンキンに冷やして持っていきました。一口スタイルだしね。一口じゃないでしょ。いや一気飲みできるって感じ、ね、一気飲みできるサイズなんだよ。そう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 。ということでこの動画を見てくれた方にはですね24本入りを購入するとなんとさらに、はい、うん、こちらが12本プレゼントしていただけるという、ということは36本。そういうことになりますね。すごいね。12本プラスでついてまいりますので、詳しいことは概要欄に貼っておきます。皆さんぜひゆっくりご覧ください。という感じでね、お盆の2人の1日半日だね、まだブランチだからの様子をご覧いただきました。はい、まあ、今頃マネヤが香川県におうどん食べてるかな。そうね、私がお正月のカウントダウンに行った公園じゃなくて遊園地、そうそう、せっかくだから行ってみようかって言ってた。そう、昔ね皆さんね香川県でカウントダウンライブをやったらしいですよ。それが YouTube に上がってて僕が見つけたのね。知らないの、覚えてないので、マネアが言ってたの。例えばどっか夏とか秋とか忘れても仕方ないと思うよ、忙しかったから。でもさ年末年始カウントダウンでしょ、覚えてるでしょ少しぐらいって言ったら全く覚えてないって言うから。ディズニーランドは覚えてるよ。その1個しか覚えてないですね、年末年始の過ごし方ね。マネがそこに行ってきてくれるんですって。そう、写真撮ってきてくれるみたいです、ね、でもそこに行ってたファンの方も今もねずっと応援に来てくださってるんで、ね、うん、そしたらねそこにカメちゃんたちは遠足で行くんだって。ゴーカートとか乗るらしいよ。そうなずきは今 K1 行ってますよ、ジムに。そう、間もなくね試合があるので一生懸命頑張ってくれてます、はい、ということでこんな夫婦の半日でした。またご覧ください。またこんなところを皆さんにお見せできたらいいな。どんなところ？こういう自然なところ、いつもなんで、ね、なんでこうなる。歯にカスがついてるのかするんであんまりこう笑えなくてちょっと遠慮気味にやってはい、じゃあバイバイしてみんな、はい、爪楊枝貸してさよなら。さよなら、もやしくんです。